今、初蚊に刺された。ここ、蚊に刺された。ちょっとこうやってやっとこう。バツにしますよね、これ、バツ。蚊に刺された。かゆい。朝ちゃんとしっとりなってるんだよね。これが朝になるとピケちゃんおはよう。赤い姫おはようございます。ちょっと一好きの逆にやめてくれ。俺もそっちだから。逆にやめてくれや。おい、それ俺が使うんだよ、今から。違う、私の顔だと思う。いやおい、お前、被害者俺がね。いやでー。夫の倒れで顔洗っちゃいました。まあ、その喋り方。今、声を合わせていたことを夫は気づいていませんでしたね。わお、おじゆき。31度になるって言ってたから、服が夏にしてみました。でもどうせ今日1日だけなんですよね。これはタイで買ってきたお土産です。どうですか。じゃあ31度だって言ってたんで、夏にしてみました。どうでしょうか。窓が開いていて、駐車場で、車の中で待機をしているおじさんと目が合い、気まずい感じですね。窓を、ね、全開にするっていうのはカーテン閉めといた方がいいかもしれないですね。夫は今日も朝から風呂掃除に差し込んでおります。味噌汁使い方間違ってる。やだ、何これ、取れてる。ここ、たまに取れるんだよね。熱湯をかけると取れにくいらしい。熱湯かけよう。昨日の残りの唐揚げとトーストです。何ですか。調子こいて格好してるんだ。これのとこが調子こいてるんですか。ふざけた T シャツ何なの。ふざけてませんけど。ふざけちゃいけない。どこがふざけてるんですか。可愛いですよね。なんか言ってます。朝食ができました。今日は昨日の残りの唐揚げ、サラダ、タルタルソース、卵焼き、ヨーグルト、トースト、ミルクティーです。ではいただきます。
夫が持ってくる。いつもピカちゃんの、タキシードが出てるんですよ、ここ。この変態な格好をしている夫が。こうでしょ、こう。ピャピャピャ、はい。なんか夫さんが掃除機をかけていますね。夫さん。どうなんですか、今日の掃除機のかけ具合は。え？え？後ろの手何なんですか？何せんだよ。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。え？終わり？ショートバージョンですね。どうせ何言っても嫌う。いや、言ってないです。下までの嫌う。当たり前。今あ、顔くたぬやるから一応顔を倒しました。この顔っ子が携帯を番号忘れてきたからさ。なんか夫がもう仕事に行くらしいですよ。早いですね、夫さん今日は。私早いんですけど。から仕事なのにもう出てきましたよ。早すぎる。夏が来る、きっと夏が来る。真っ白なラララララ王子様が待っているな。ララ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 ラお嬢様チケットの名前が騒がしい。どうするどうかしないとか。だけどワンモアチャンス、本気の愛が欲しい。夏が来る、きっと夏が来る。なんかこういう小さな羽の生えたアリが多発しておりますね。今日もベランダの平和と安全を守っているままるくんです。ままるくん、よろしくお願いします。なんかカメムシ注意報っていうのが出てるらしいですよ。皆さん気をつけてください。カメムシのあのまたくっさい液体を飛ばされて洗濯物が匂います。嫌ですね、カメムシって。あの手この手を使ってカメムシは家の中に入ってきますからね。網戸、洗濯物、そしてちょっと開けただけで入ってくる。もう寝てる時に耳音でブー、あー気持ち悪い、気持ち悪い。先ほどですね、言ってる矢先にカメムシが現れましたよ。ブーって現れて窓のところについてました。向こうの方の窓にくっついてましたよ。やっぱりあの手この手を使って家の中に入り込んできますから、皆さん気をつけてください。布団しまう時ももう布団のところに張り付いてないかをよく確認して入れました。本当にカメムシっていうのはしつこいですからね、ゴキブリ同様。ありえないんですけど家の中にまで取り入れる、どういうこと？見てよこれ、ほら、あの紫の鳥糞、この前のやつだ。え、なんで家の中にまで鳥糞が入ってくるの？しかもスリッパの上にまで鳥糞があったんだよ、今。もうやだ、許せない、許せない。家の中にまで、いこうかな、見てるってことじゃん。え、鳥糞、頭が熱かった。なんかもう汗かくと思ったらさ、頭にホットカーラーつけてたんだわ。だから暑かったんだもん。なんかすっごいさ、鳥糞の掃除してる時にさ、この辺から汗が出てくると思って、あっつーと思ったの。したらもう頭にホットカーラーがついてたってこと。もう今日は絶対汗かきますもんね。エイトフォーしていこう、もう。あっつー。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。うわ。ピカちゃん、お母様、今からお仕事に行ってくるね。
今帰ってきて洗濯物を入れていたら、私のパジャマに鳥さん、これ見て、その紫色のやつ。許せない。今から夕食の準備をします。焼き芋が、余ってる時ってありませんか？ないですよね。今日は、こちら、ローソンスター100で買ってきた焼き芋ちゃんなんですけど、これを使って、リメイクしたいと思います。これはね、もう絶品ですよ。ポテサラよりも甘くて美味しいです。いやー、今日は50円引きだったんで助かりました。買ってしまいました。まだこんだけありますけど心配ですからね。大根切れると心配ですからね。せっかくいい感じなんで。入れたろうかと思ってます。ジャコが隠れてしまいました。今また追加で吸ったんですけど、いや夫にもね、ジャコ大根あげようと思って。そうすると減るじゃん。なんか少ないとさ、不安なんだよね。結構食べた方が効くんで。夕食ができました。今日はささみフライ、お刺し置いて、オレンジ、じゃこ大根、きゅうり、芋サラダ、人参です。なんか夫が今日ビルキンにしていなかったからって親が怒ってますよ。ビルキンとはビールキンキン、ビールを冷凍庫に入れることである。ビールとグラスをキンキンにすることである。夫は今日で、禁酒に入りますね、はい、入らないです。でもそんなに約束はしない。これでビール終わりですよね。また買えばいい。バカ。なんか夫がジャコ大根のジャコが少ないって怒ってます。いや、びっくりしてる、本当に。え、怒んない、びっくりしてる。私はジャコよりも大根メインなんで。俺好きなの、ジャコ大根。あ、そうなの。こんなん大根ジャコや。いや、そうだよ。だって大根の方が私メインですから。いや、私って俺はどうでもいい。ビールも怒ってる。ビールも怒ってる。パン。
そうそう。